ハンターソード。これ獣特攻か。そうだよね。地獄の刃。麻痺状態。これいいんじゃない？これ買おうかな。鉄の斧よりも強いし、麻痺状態にさせたら強いもんね。これを買います。お小遣いを貯めて、ようやくいい感じの武器を買いました。このベビーザターンゾーンも厄介だよね。あ、剣強化していくか。地獄の刃を強化するか。あ、やっちゃった。やっちゃった。しまった。なんか高く売れるもんあるかな。もう大部屋読んで大部屋読んで泥棒した方がいいか。無理だ。売るもんがない。大部屋読むとな、モンスターハウスが発生しちゃうし。とりあえず鉄斧ももう一回買い直して、モンスターハウスを突破して大部屋を読んで泥棒するか。ベビーサタンめんどくさいな。よーし、いた。うわー、めんどくさ。メダパニ地獄。あ、マジゴンが盗まれた誘拐された。マジゴンが誘拐されたんだけど。うわー、めんどくさい。もう持ってけ泥棒。死ぬほどめんどくさいね。いちいち対応してたらキリがない。ようやく地獄の出たもうやめてくれ、やめて。ようやく目的が達成された。もうもう君もか。混乱よけのアクセサリー。ああ、またゴンもどんどん誘拐される。混乱よけのアクセサリーが欲しい。出たー。仲間たちはどこ？いた。800円で売られてるし、とりあえずこれだけでいいでしょう。あとはガーゴイルを処理するだけ。いやー、辛かった。ほんとこのメダパニゾーン嫌い。